駐車場空いてる。本日は新穂高ロープウェイにお越しいただきます。ラストポイントは通行になってる。皆さんについていけばいいんじゃない。皆さんというか。どこで言ったんすか。700m先 U ターン。これで U ターンじゃない。これ右折を、うん、今できんよ。18か。ここで U ターンするんですか。すごいなこれ。いいやな、本人。今日は焼きしゃぶ。でかいね、これ、なんか。これは僕が切りました。これも僕が切りました。ゴミボックスです。
目張りをして、で、こういうふうにかぶせてゴミを入れてます。こうなる、あ、落ちてる。これがダイソーさんで買ったやつなんですけど、これやるともう全然匂いません。じゃあこっちよ。行ってみよう。お花ですか？お花ですか？すごい綺麗なね、青空が。昨夜雨が降ったけ、より澄んどるんだろう。待ってよ、待って待って待って、うん、待って待ってよ。よし、何も取りおらんよ。ここにゴミをしています。こっち取っていこうか。こっちは、あ、こっち、こっちから行けるわ。帰ってきた。え、ここ乗鞍展望サイトない。
どこ？お堂じゃろ。これはどう見て？どう見て？ここです。十割そばって二八そばとかああいうの聞くけどね、十割ってあんま聞かんよね。基本店これ右側建物となっております。こっち。あ、これもトンファクトリーなんじゃん。すごいね。こっちが展示場。こっちが本社。あ、こっちでなんか。もうちょっと止めちゃった。すごいね。はい、こっち来て。はい、よかったね。どこ行こう。はい、こっち来て。あーちゃん来てくれた。やりました。